ビアンでしょ。富江神社、へえ、こんなとこ神社あるんや。せっかくですからちょっと神社見てきましょうか。新木の城ってなってますね。竹木の育成、境内の成長、鳥魚の愛護、長魚の愛護かな。で、右の城を、守りましょう。すごく書いてあるけど、昭和27年に、出た掲示のようですね。へえ。ですから漢字とかあれですよね。あの現代風の書き方のところもありますけど、ちょっと言葉遣いとかが戦前のものが混じっておったりとか、面白いな。昭和27年だとちょうど愛の子なんでしょうね。へえ。あの神社が何もしたまま来ましたけど、まあせっかく神社があったら一応お参りしときましょうね。うち言うて結構いろんな神社にお参りしてますよね。うん、あ、結構で参拝みたいになったのや。伊賀肉、この辺りが伊賀肉なんや。へえ。あら、こっからも参道かな。あら、いいですね、いい感じですね。へえ。結構歴史ありそうな。え、結構なんかでかい施設もある。あ、これ小学校か。小学校にしてはでっかいよな。なんだこれ。いや、小学校か。あ、で、隣幼稚園っぽいもんな。へえ。すごい。お箸も立派だ。やっぱ小学校なんや。と保育園はもうちょっと閉まっちゃってるのだな。フォーマーツゲナーサリースクールってやつですね。ナーサリースクールってなってたらキンダーガーデンとか、キンダーガーデンが幼稚園なのかね。エレメンタリースクールってなってますから、結構立派な学校ですね。で、あ、結構立派な神社だ。へえ、書いてありますけど、相当歴史感ある建物ですね。で、あ、今ここはカフェになってるんだ。弁当やってたりするみたいですね。もう森のカフェでいいのかな、これで。いこいこ、へえ。今日は終了というか、まあ多分平日じゃないんだ、あれでしょうね。あ、結構しっかりした階段ありますね。あ、この辺りも戦前感がありますよね。あの内子青年会館って書いてある感じがね。これは登りがいがあるな。こんなところに神輿湖、へえ、おみしん、こういうのが全然読めないんでね、お恥ずかしいところではございますけど、あ、由緒とか書いてあるし、こうなってる。なるほどなるほど、これで手を洗ったり感じですね。これは多分コロナ対策でなったんでしょうね。昭和な感じの手水の使い方とありますけどね。そうですね、左手洗って右手を洗って、左手に水を受けて空気強く、素晴らしく分かりやすいあれですけど、令和でこうなっちゃいましたからね。いやー、これもう戻ることあるかな。あらあらさあ、他にもお参りされてる方がいらっしゃったみたいですね。よいしょ、あ、立派。
あ、こんにちは。はい。すごい、いっぱいや。え、こんなとこに刺さり石なんてあるんや。あ、そっちからお礼じゃん。結構参拝客の方もいらっしゃるみたいで。あ、なんかすごい切り株がある。あのこれ。総資金900万。事業があったんですね。修繕事業とかね、いろいろと、付随する事業が行われたんですね。すごいですね。で、こっちから出てきた。こっちに来ると、これまた面白いのありますね。神宮本会所ってなる。要は、法廃所でいいのかな。ちょっと読み方また調べておきます。神宮法廃所とは我が国の神社の本所とあるですね、伊勢神宮ですね、お伊勢さんですね、向かって、この地から、はるかに、拝む神聖な場所であり、高大神宮御神座2000年を記念して建立した。結構後から作ったのは後からですけどね。次の地は古代神宮は以前の五塚の川上に鎮座される以前の第11代、水神天皇即位2年、紀元28年の恩大大和の神明御事が、天照大御神を参拝され、我の国から各地を巡行し、柘植川上流沿岸の統治に、ここに、なんていうかなこれ、これが今のここですね、富江区として、2年間鎮座し、奉祭されたという明確な史実があり、神宮と実に縁の深い場所であります。めちゃくちゃ深いですね。そうなんだ。だから今まで結構古いよってのが来ましたけど、ついにすごいの来ましたね。水神天皇即位ね、これいわゆる和暦ですね、昭和とか令和とか、そんないうのが付けられるようになった前の話ですね。もう世紀でいうと、いわゆる紀元前28年ですからね。これまたとんでもなく古いの来ちゃいましたね。そんなすんごくありがたい、ね。まあ2年間ですけど、でこっからまた2000、こっから向こうに移って、2000年ねってことですね。2000年ね、向こうにありますけど、その前もともとこっちでしたかねっていう、そんなすごいところなんで、ちゃんと拝んどきましょう。ちゃんと参拝しておきましょう。はい。こんな感じで、あ、もう、ここから先、このちょうど直進方向に、お伊勢さんがあるんですね。なるほど。で、さあ、いや、いい。これで、お伊勢参りもね、今月分、済ますことできましたね。いや。なんと整った。素晴らしいですね。紀元28年ってすっごい歴史あるんですね。意外でしたね。こんなところにあるもんですね。いや、何気なく来た割には最高記録更新しましたね。つげすごいですね。